はい、早稲田の発表でございます。はい、はい、あ、ウカローなんだ、早稲田も。早稲田もウカローなんだ。教育、あ、教育が一番上です。あ、はい、小中ね、はい、小で、社学その一番自信のあるジンク、はい、いきます。お、うおほんで始まりました、むちゃチャンネル。さあ、横山のですね、はい、早稲田の発表でございます。はい、はい、いよいよやっていきたいと思います。まあ、まずは、そうですね、4つあるんで、はい、どこから行くか、教育行くか。どれが最初に出るか分かんないです。上、一番上に。あ、そういうこと？でもあれでしょ、やった順さ、一個一個、あの、多分押すから、あの全体、あ、ウカローなんだ、早稲田も。早稲田もウカローなんだ。やだ、まとめてバンみたいなの嫌なんだけど。1個ずつ見れるでしょ、確か。マジか。確かだって、カズコがやった時1個ずつ見ますか一気に見ますかって言ってたから。いや、わかんないっす。あの青学の時出てやるか。ちょっとじゃあ1個ずつやっていきます。はい、バンって出たら終わりっすよ。ちょっと待って、ちょっと待って1覧でしょ。ちょっと待って、合格発表済みだよね。ああ、OKOK、全表示で、右に合格のみ表示ってあるから、それをしたらもう一気に分かっちゃうってことね。教育、あ、教育が一番上ですよ。はい、じゃあ、教育から。はい、教育は出来としてはどうだったんですか？まあだから、去年よりも英語は簡単になってました。はい。かといって、でもすごい昔のあの、優しかった教育のような問題ではなかったです。はい。はい、だから、まあ、難しい問題もがっつり入ってるっていうのが、はい、印象でした。やった感想。英語とか覚えてない。覚えてないです。なんで覚えてないの、自分でやったのに。そして他の教科、国語、日本史。日本史は、うん、確か難かった気がします。ああ、確か。確か。国語が。国語は、うん、原文やりにくかったなぐらいですね。はい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 、言ってましたね。確か。その動画も確か出てるはずなんですけど、もう覚えてないや俺も。はい。っていう感じでございました。まあ。難しかった。まあ慶応のね、やつは完全にあれ高得点勝負でしたから、やっぱりなかなか難しいっていうのがあったんですが、今回はまあ差のつく問題、英語に関してもね、差のつく問題にはなってたなっていう印象でした。はい、個人的にね見て、さあ行きましょう。はい、教育だよね、これ教、お、次章なんだ。はい、行きます。お、あ、まだ下だ。合否紹介ボタン押して。はい、はい、こんな感じでございます。じゃあちょっと嫌なしく過ごしよう。はい、いやもうどんどん行くの怖いよもう。いや、続いてじゃあ賞ですね。次に移ってるのは賞はどうでした、やった感想。賞も難かった気がします。英語、うん、めちゃめちゃ難しい。英語は難しいと思うよ。あれはなんかね、いろんな人がいろんなこと言ってますけど、どんぐらい難かったんですか。どんぐらい難しい、どんぐらいっていうのもあれだけど、ただだから、いや、あれはやっぱり分かりにくい、分からないでしょ内容よくっていう感じですね。それが多かったと思いますね。だから去年難かったって言ってた人はいたけど、それは、うん、別に対してよく出るトピックだし、よく出る内容だよって思ったけど、今年は受験生にとってあんまりなんかこうよく知ってる内容じゃないなって思ったんで、うん、だから、それだから去年の問題より難しく感じたでしょ、うん、そうだと思うよ。それが正しい感覚だと思いますね。だから早稲田の小学部も優しかったんですけどね。だからどんどん英語がむずくなってってるっていうのが、はい、で他の教科が感想としては、これも現代文むずくて、うん、現代文語感は普通、うん、語感が普通で、日本史はめっちゃ難かったけど、なるほど、日本史はめっちゃ難かったんだ。何がむずいの、日本史の何が。そう、だからどういうとこで難しくしていくの。用語を難しくするとか、正語判定が難しくなるとか、内容、その正語の内容とかですか。うんうん、それがかなり難しかったっていうことですね、うん、いやー怖っ、これもうやだな、ちょっと2動画に分けたいわ、こんなん。なんかもうやだ、これはなんか1回に4つもこのドキドキ味わうのは辛いわ、しんどい内容だわ、なかなか。よし、じゃあいきますか。はい、ちょっと小中ね、はい、小で、はい、だきついね。はい、うわ、続いていきましょう。もう、社学、社学はどうでしたか。なんか、まあ、英語に関しては優しくなったっていう意見は結構ありましたけどね。
ちょっと、うん、生後に関してもまあ気づける人は気づけるかなって思った。はい、今回だからいわゆるあんまりライティングで人がミスするようなやつじゃないんだけど、でもまあはいはいはいそうだよねっていう感じ。だからなんかそんなミスしないじゃんライティングでっていう謎のやつなんだけど、でもいつもよりはウォーリーを探せが簡単めに作られたかなって思います。まあ手術の位置とかはね普通に間違えることあると思うんですけど、まあいろいろ動画出てますんでそれ見ていただければと思います。はい、じゃあいきますか。射学うわつらい、これはいや、まあ残りジンカですよ。まあでも一番自信があるのはねジンカっつったから、うん、それでその一番自信のあるジンカがどうだったのかここですよ。だから英語ができた。ジンカ大門1話、うん、大門1話、大門2が全然できます。全知識か。はい、さあで突然自死問題ね、あれはやっぱりいろいろ触れてないとねいけないから、はい。国語は、国語ができたんだっけ。国語は古文がちょっと、うん、例年よりはちょっと難くなってて、うんうん、ぐらいですかね。なるほど。 で日本史去年よりだいぶ難かったです。なるほど。去年がちょっと、うんうん、平均点も高かったんで。なるほど。じゃあ難くしてきたってことですね。はい、さあ人科社学は最後の景色ですから、さあでは行きましょう。はい、初めて見たわ、補欠ってやつ。待って、カラーで全然合格じゃないけどめっちゃ嬉しいっすマジか。ちょっとスクショして、あー、あなた補欠者となっています。まだ合格となっていませんのでご注意ください。補欠合格の発表の詳細は入学試験要項。いつ出んの。とりあえずいつ出んの。ちょっとわかんないですああ補欠っていつ出るの。ちょっといつ出るのこれ、あと3分。だって超嬉しいかも合格じゃないけど、ちょっとヒラさん聞いとくとか、 どこで出るんだろう。そうなの。補欠っていつ出るの。いつ結果出るんですか。よか、まあ、全落ちかもしんないですけど。かもしんないけど、けどっすよね。そう、いやわかんないもんね。補欠なんてものがそもそも出てくると思ってなかったから、どうリアクションしていいのかもわかんない。ビビった頼む。しかもこれをさ、これ落ちたら終わりっすから。そうだよ、終わりだよ。わー、俺でも2月に出てたんだもんね。これ見ないでよく頑張ったね、この6日間も。いやー、まさかの補欠でございます。もしかしたらね、早稲田最初の合格者になる。行きたい、早稲田行きたいということでございました。はい、いやー怖っ。まあ明日は早稲田のね、あの家族スポカの発表ありますから。うわー、びっくりした、心臓いぐまだ伸ばす。ちょっとじゃあちょっとスクショ送ってください、ね、もう早く、ね、もう早くくれよかったのに。もうこんなみんなに見せてあげたいじゃん、早く、ね、びっくりした。ありがとうございました。いやいや、どう、あ、やばっ。ちょっといつ来んだろうね。これ本当にいや、マジで受かってほしい。ちょっとコメントでも、ちょっと今ね、調べる余裕がないんで、時間がないので、おいでだるさ動画出さなきゃいけないんで、本当、皆さん教えてください、いつなのか。これ、あ、しかもこれ順番よかったですね。出てるか、よかった、最後よかった、な順番ね、それ。いや、まあ変えようとは思ってたんだけどね、もともと人家が一番自信あるっつってたから、上に乗ってなくても人家最後にしようとは思ってたんだけど、でもやっぱ顔厚いあー、ビビった。もう遅刻してこないで、そんなのでもったいない。はい、ありがとうございました。2時間半以上遅刻してきてますからね、もうちょっとね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。よし、OK、よかった。